齢者健眼のメモリークローバー第6ページ、本日も皆様と素敵なページを綴っていきましょう。はーい、ということで始まりましたよ。こんばんは。こんばんは。ワンワンコ。よしよしよし。さあ、本当にしなきゃ、本当に。あ、いや、喋っていいよ、喋って。うん。よいしょ。まずね、こんばんは、こんばんは。キャスの調子悪いんでコメントできないです。あ、コメントできてますね。なんだ、そのやりとりは。こんばんは、こんばんは。あ、おしゃけさんが戻ってきませんね。え？あれ？ミュートにして喋ってる、ずっと、もしかして。っていうことですか？ほんとだ、ミュートにして喋ってる。うるせえ。あの今のコメントできてますね。クソ爆笑してたけど全然入ってなかったね。はっはっはぐらいで笑ってたね。音がね、めちゃくちゃでかい。音がめちゃくちゃでかい。できるの、ちょっと待ってね。あ、オッケー。検査いらっしゃいませ。はい。あ、こっちで下げてもいいよ。あ、大丈夫、下げた。あー、ありがとうございます。あんま変わんねえな。うるさってないね、みんな。ねえ、おかしいでしょ。いい、ちょっと落ち着いていこう。下げ、下げとこう。いや大丈夫で、そんな大声でずっと喋んないから大丈夫、マイナスぐらいにしとこう。ちょっと初見さんいらっしゃい。マイナスはおかしい。うん、これひっくり返っちゃう。はい、はい、初見さんいらっしゃい。つうわけでして、はい、ちょっとはい、あ、いや、はい、え、なんかあった？いや、もう定期配信中ってサムネに出てるから、テロップメモリークローバーとかにしちゃってもいいかも。あ、確かに、ってちょっと思ったよ。マイクが近い。よし、じゃあこのぐらいでお願いします。下げてみて、それで。え、それで叫んでみて。お願いしまーす。うるさい。やばい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 。うるさい。だって叫んでみてって言うからちょっとね。あ、うるさいっつって。うん、大丈夫、このぐらいで。じゃあこれ多分大丈夫。抑え気味で。え？音割れしてないね。今したね。今したんじゃない？うん、いや、じゃ向こうにもしてんじゃない？これどう？今ね、今多分音割れしたんじゃないですか？こんばんは、いらっしゃい。どうですか？いらっしゃい、いらっしゃい。僕まあ野球部だったことがあるんで多分。うん、こういうのは結構音がでかいんですよ。全然いらないよ、その情報ね。あのね、スポーツやった部活とかだったね。そうそうそう、野球やったらね、応援の時やりませんでした。 LUCKY! LUCKY! なんなん今日ね、 LUCKY ラッキーってやんなかった？やってないです。知らないし、しかもそれやってないです。やってないの？めちゃめちゃ難しいね。それやってたから滑舌良くなってんだよ。 LUCKY が難しい。 LUCKY が難しい。裏拍の取り方をそこで学んだみたいな感じ。そこで裏拍の取り方を学びましたみたいな。あ、そう、テニスにあるやつ。僕静かにしろ。ボロボロ喋るやん。今日も始めていきますよってやろうとしたのに、テロップから始まってどこまでおひれつくねんっていうね。はいはいはい。そういうわけでして、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、近況報告からね、話していきたいんですけども、よろしくお願いします。はい、まず、僕からいいですか？あ、どうぞどうぞ。はい、シャケミーとね、今日実写の動画を上げさせていただきましたという。それですね。はい、あれ実写なの？見てなかった。見ろよ。実写で、なんで見て、うん、俺のお家の中でこういろいろとね、こう探りに探って見つけたマフマフっぽい服っていうのをね、うん、頑張って見繕ってやったんですよ。よかった、見といてくださいね、後で。はい、そう、ポケモンのぬいぐるみを持ってくるかと思ったんだけどね。いや、なかったんだよ、ポケモンのぬいぐるみが。僕はモクロを持ってきたと。で、クローゼント開けたらね、転がってきたんで、マフテルが上からコロコロコロって、これだーみたいな。ね、はい、あ、僕お使いの UO って。あ、僕お使いの UO。ういうい。って今感じなんでね、もうよかったらね、見てください。というわけで、はい、はい、見てください。はい。はい、で、あ、他は他、うん、じゃあ、マルグリちゃん。僕ですか？うん、いっぱい話すことあるでしょ、君は。先週、そうですね、先週、はい、うん、パソコンが壊れて、ああ、スマホから途中参戦したりだったんですけど、いや、今回からですね、強パソですよ、強ずっと言ってるかな、ずっと言ってる。うん、強パソコンで皆さんお出迎えすることができて、僕は本当に嬉しいです。よろしくお願いします。ずっと言ってんの。そう、強パソコンになってから投稿までめちゃめちゃ早かった。一瞬なんか一個出来上がって撮ってたねんっていうね、ウッキウキじゃんと思って。もつよつよパソコンにして、まあ一作目が、うん、あの一昨日上がりまして、はい、はいやーと思って、はい、素晴らしい。じゃあ、どうもよろしくお願いします、はい、ということで、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、グッバイ宣言、うん、よろしくお願いします、うん、お願いします、はい、グッバイ宣言。で、次は、じゃあ、しるちゃん。はい、はい、僕はですね、まあこれ先週の話になるんですけれども、はい、まあくしくもゲームで負けてしまいまして。まあ、あ、そうじゃない。そうなんですよ、ゲームで負けてしまいまして、まあその初罰ゲームをやることになったんですけれども、はい、まあその初罰ゲームという流れから、僕初踊ってみたを
っとあの、そうなんですよ、投稿させていただきましたので、どうでしたか、皆さん。あの、そうなんですよ。シルちゃんって、もう、はい、なんていうの、ツイッターで実写動画を上げるっていうのが初なんじゃないの。そうですね、初ですね。あ、そうなんだ。動いてるみたいなのは。うん、そうですね、まあ。そうですね、手が動いてるとか、まあ、あったかもしれないですけど。そう、体が動いてる動画はもう初、はい、初でした。うん、いやなんかこう俺の罰ゲームとちょっとね運命の差だったね本当に、うん、見た、うん、同じ AB 型とはちょっと思えない、おい感じですけど、おい、それでですね、投稿日がまあ土曜日ですか、うん、土曜日になってしまいまして遅くなってしまいましたんですけれども、うん、一つだけ言わせてください、うん、カロリーが高すぎる、はい、これまあのね、みんなはきっとね本当にね、実写動画が見たいとかねちょっとまあ、ちょっとね踊ってバチバチして欲しいなっていう気持ちでね、罰ゲームでね踊ってみたって言ってくださったと思うんですけど、僕の A 型の、僕の A 型の部分がですね、僕の A 型の部分がね、土曜日までね、ね、ちょっと練習しろって、ギリギリまで練習しろって、うん、だって、そうそう、ダメです、手が抜けないです、そうなんです。先週の配信終わりでね、もうだってずっと、こうこうこうとかで通話しながらさ、ずっと練習しててさ、ね、喋りかけても反応せんの。ダジモーションは、ダジモーションは、ダジモーションは、そこしかやねんかいね。何回も繰り返してやってる。そこしかやんねんかいっていうぐらいですね。まあ、ね、そう、振り付けね、でもね、完璧じゃないんですよ。完璧じゃないんですけど、まあ、ちょっと精一杯踊っていただいたので、まあ、せっかくの機会なので、ちょっとレア枠ということで、皆さんにね、まあ、まあ、ツイッターの方を見れば、まだあるので、まだあると。まだあるっていうか、まあ、消しませんけど、どこで消すのかと思って。まだ上の方があるんで、うん、上の方にね。よかったらね、温かい目で見てやってくれたらなというふうに思います。ありがとうございます。はい、僕の踊ってみたらね、シャトルランしてくれたらいいと思います。はい、いいのか、それ。あ、いいです。はい。僕のはね、ちょっと、ね、もう家で踊ろうって、ステイホーム、うちで踊ろうなんてね。はい。はい、じゃあ最後、シャギミ。僕は、うん、もう本当にシャトルランだった、それこそまた。近くのスーパー、トイレ、部屋。近くのスーパー、トイレ、部屋。あつ森、あつ森、あつ森。だから、月曜日前回やって、1週間経った気が全くしないの。あ、そう。確かに。一瞬、あ、あれもう定期みたいな。うん。みんなそんな感じなんじゃないの？やばい、本当に。ね、みんなそんな感じでしょ？ね、うん。いや、そうそう。本当に早かった、この1週間が。ね。そう。いや、だからさ、すごい長かったよ。やることをする。ああ、確かに。君はね。いいね。いや、でもいいよ、その方が。うん。いや、マジで、なんかやることがないときつい、本当に。うん。時間の感覚早すぎてめちゃめちゃすごい、もう。あ、そういえばそう、オムライス作っとったやん。あ、作りました。ね。はい。そうだ、いや、なんか、ウーバーイーツしすぎて、うん。飽きちゃって、うん。ウーバーイーツとかなんか。贅沢な野郎だな。贅沢な野郎だな。あ、飽きちゃったよ、もう、うん、なんか作るか。あの手数料と送料高いやつ、ね、飽きた、贅沢な野郎だな。本当に相場の倍ぐらいするからね。あれ、たまったもんじゃないですか。俺なんか初回の1000円引き1個使ってねえぞ。いや、いいや、使わなくていいやんだもん。いや、本当にいらない、正直ね。うん、そうそうそう。なるほどね。そんな感じです。うん、まあ、でもね、なんか自炊する機会増えてるんじゃないですか、皆さんも。ね。確かに、ね、俺はもうやばいよ本当に、毎日毎日料理作ってて。いや、でもスタンちゃんのだから料理配信的なのを見たいです。いや、だから買ったんだよ、うん、私は料理配信用にアームを買ったの、うん、けど届かないんです。まあそうなんですよね。宅配便、なんか宅急便、宅配便なんかよくわかんないですけど、違いが違いがわかんないですけど、そう、やっぱ混雑してるみたいで、うん、そう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 、遅延とかね、ね、あるみたいなんで、全然インスタントラーメンしか作ってない。まあ、インスタ、うちも千里眼のあのカップ麺しか食べてないんですけど。マジさんちゃんね、そう、普通に料理作ってもいいんだけど、なんか我々が鮭とピザと栗とかがあるから、うん、なんかそれをすべて混ぜた。いや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 、料理やめてくれよそれ。あとサーモンが混ぜて、サーモンマロンピザ作ってよ。サーモンマロンピザ。全然ここで、普通、あ、でも待って、いけるかも。でもうん、ここで普通火を使って焼くんですけど、僕はね、このスタンガーを使って焼くんですよ。ビャッビャッビャッ。あ、でも待って、ワンチャンいけるかもしれん。栗でしょ。そうだ、栗と、だから栗と鮭でピザを作るの。あ、でも味見できない。レシピを考えて、うん、味見ができない。あ、味見できない。確かにね。うん、そこはお父さんお母さんに登場してもらって、どう、意味が分からないよね。父親何キャスに出す、いいけど別に、ね、そうそうそう、喜ぶよ多分。これはうまいね。お、何やってんだよとか言って、何やってんの、普通に映り込んでくるからね。普通に映り込んでくる。もう何だったら君に顔出ししてないのに、普通にお父さんは顔出ししてくるみたいな。普通にもう毎日毎日リビングでもうずっとその俺らの4人の曲と、あと UMM と一緒に歌った奇跡、うん、と、あとずっとマフちゃんの曲を永久に聴き続けてるおっさんだからね。ただの感性若いな。感性が若い。ずっと、いや、マフマフくんいいねって、俺と会うたびってくれさ、ね、うん。中高生の。マフマフくんいいねって。だから CD あげたわ、普通に車で聴きなって。うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、その企画だから。はい。なんでちょっと、届いたらやろうかと思いますのでね。シルクリ車玄関ピザみたいな。
そう考えてますので、はい、楽しみにしてます。楽しみにしてます。はい。とか、マジ絶対美味しくねえもんな。君ならできる。はい。というわけでじゃあ次のコーナーに行きましょうか。はい。山口ちゃんタイトルコールをお願いします。はい。メモクロ郵便。イエーイ。おお。一瞬ちょっと忘れたっしょ。はい。一瞬忘れたでしょうね。いや、リバーブを準備しました。あ、なるほどね。名前忘れてない、はい、大丈夫、はい、はい、大丈夫です。名前は忘れてねえ。名前は忘れてねえです。うわ、じゃあいいぞ。よし。ちゃんとねえですで答えるところさすがに。はい、というわけでね、前回からね、お便りを募集したんですけども、はい、はい、いいから、その、ここまで持ってこなくていいから、悟空さんのくだりね。よう、よう調教されとんな、本当に。ありがとう。うん、ですね、前回、募集したテーマがやらかしてしまったこととか黒歴史みたいな、はいね、そうですね、過去にやらかしてしまった、うん、これは自分の黒歴史ということで皆様からリプライを募集しまして、うん、まあ今回も結構たくさん来まして、そうですね、その中から我々の気に入ったものをまたね、はい、読ませていただきたいと思います。ちょっと抜粋させていただきまして、はい、はい、というわけで、はい、じゃあスタンガンさんから。あ、俺からか。マジ。あ、でもスタンちゃんからよりはなんかもっと軽いジャブから行った方がいいよな。これな、そっからいきますか。そうですね、シルバーちゃんから行こうかね。どっちがいいですか。どっち読みたい方でいいですよ。あ、じゃあそうだな、こっちだな、こっち。はい、はい、それではじゃあ読ませていただきます。はい、お願いします。ラジオネーム月見もちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私のやらかしてしまった黒歴史は、小学4年生の時、給食時間に鼻から牛乳を出してしまったことです。給食時間は班で机を合わせて食べていました。私の班は給食時間ずっと喋って笑っているような班でした。牛乳を飲む前も笑っていて、笑いが収まったので牛乳を飲んでいたら、隣の男子が笑わせてきたんです。私は吹き出してしまいました。しかも鼻から牛乳も出たんです。周りの人に大丈夫？と心配され、笑われ、もう最悪でした。もうこれは私の人生最大の黒歴史です。ということで、ありがとうございます。まさにあれだね、チャラリー、鼻から牛乳。いや、そういうことですよ、つまり。鼻から牛乳出たこともありますし、僕は鼻から牛乳を飲んだこともあります。飲んだことある？これがね、そう流行ってたんですよ。流行ってた。そう、流行ってたんですよ。流行る。まあ、鼻から牛乳飲んでるのなんかね。めちゃめちゃ痛くない？そう、痛いんですよ、これがやっぱり。うん。なんか流行るのそれが。鼻うがいとかもさ、やっぱ慣れてないと痛いじゃないですか。で、まあ、やっぱり、うん、その痛くないやつを使ってやっとこう、うん、さあ痛くないやつなんで、もう牛乳入れたら本当にちょっとね、鼻から出ちゃった話なんですけど、これをね、いただいたお便りは、うん、鼻からなんか、まあ、あ、ごめんね、うん、下げちゃった。鼻からなんか出たことあります？じゃあ他のメンバー。あるよ俺、うん、お米とね、焼きそば。あ、いって、うん、やっぱね、固形物は痛いよ。いや、やべえんだってマジで。なんかもう鼻の奥になんかいるのか分かんないよ。で、要はさ、あ、分かる分かる、うん、むせちゃう時あるじゃん、分かる、うん、俺黒胡椒すごい好きでかけんのよ、すごいいろんなものに、うん、で黒胡椒かけた状態ですごいガーって食ったらってなって、その、うん、ちょっと噛んで細かくなったさ、麺とかさ、米とかさ、そーんって逆流して鼻にある。でその後に噛むじゃん、こうやってチーンって噛んだらさ、あの鼻水としてお米が出てくるみたいな。僕も噛んで食べてて、なんかさ、食べ終わってね、なんかしばらくして、なんか鼻とね、喉の間になんかこう、なんか異物感があるなってずーっと思ってて、うんうん、ね、ずーっと思ってて、そのなんか、いや、なんか痛いなってなった時にって思いっきり吸うと、まあその噛んで細かくなった麺とかが出てくるんですよ。出てくるんですよ。それのこと僕は非常食って呼んでる。いやー、気持ち悪いからね。気をつけますね。普通に汚い。うん、汚い、うん、非常食流行りませんでした？流行んねえよ、あの給食で出たナタデココを家まで持ち帰るゲームみたいな。いやいや、どうやっても、いや、あのだから口の中でツル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 ってして。ない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 。え、待ってね、魔境に住んでたのね。違う、いやいや、誰も共感してないじゃん。家まで持ち帰る。あとナタデココツルツルってね、煮物に入ってた、うん、あのうずらの卵だけこう口の中でつぶつぶつぶってしたまま、うん、家持ち帰って家で潰す。意味がわからない。ない発表しなくていいから自分、うん、黒歴史。あ、本当ですか。じゃあそれ僕じゃない、僕の友達です。はい、はい、次行きます。次行きましょうか。じゃあ次シャケミ。あ、僕ですか、うん、どっちにしようかな。はい、じゃあ読みます。はい、はい、杏仁豆腐さんからいただきました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。はい、おつころでした。私の黒歴史は、中2の頃、抱くという言葉がハグの意味しか知らず、お昼の時間に大声で 松潤が40代女性の抱かれたいランキング1位だったんだって
と言ってしまったことです、周りの空気が凍りつき話し相手がおろおろしだしたので察して家に帰り調べたら青ざめましたということでまあこれはまあまあまあ確かに黒歴史だねちゃんとね、なんか可愛らしい話だねなんかすごい、うんうん、なんかそういう意味だって知らなくて言っちゃうみたいな、うん、まあ、小学校とかだとあるよね小中で、うん、そうだねこれは中2だからまあだいぶちょっと遅れちゃったあ確かに遅いパターンかもしれないし松潤が40代女性のそう抱かれたいランキング1位だったことを僕初めて知ったので40代ってあ結構高年齢にやっぱ人気中2のそこをさすがさすがと思いました、うんね、40代のなんで見たんだろうねまずそれをでも、うん、そこですかねなんで40代の見たんだろうそのランキングをまず、うん、でもありますか中学生の時にしかもお昼の時間に大声で松潤が40代女性の抱かれたいランキング1位だったんだってって言うんでしょ、うん、いやなかなかあります。まあ、俺放送委員だったからそれでさやらかしたことあるんだ。放送委員だったの俺放送委員だったので何やらかしたん。え、俺さ好きな曲かけられるから放送委員にしてさ、これをずっとかけてたんだけどさ。ああいいじゃんいいじゃん。でなんか知らないけど、うん、なんていうの放送の時にさ、では次のリクエストは何々の何々ですみたいな感じでさ流すわけじゃん。うんうん、あそうね、うん。なんか知らないけどさライブっぽく言ったら面白いんじゃないかとか思ってさ。うん、ああちょっと、ね。それでは次の曲聴いてください。ポロンガシティ。なんとか。とか言ってやったらさ、まるでお前さ、今日の放送どうしたみたいな。ダメだった。そんなキャラじゃないもんね、だってまず。うん、すごいね、ため息が、吐息がね、入ってたらしくて。うん、おもろいやん。おもろい話持ってるやん、ね。でもなんかあんま想像ができないよね、それをやったことが。ねえ、初見さんと今、いらっしゃい。ゃいうん、ありがとう。だってさ、まるぐりちゃんってなんか無茶ぶりとかしてもさ、うん、なんかあんまし、乗るけどなんか、振り切る感じじゃないからさ、うん、なんか、うん、いやなんだったらそれ別に無茶ぶりでもなんでもなく俺が好きでやったからそう好きでやったりなんか確かにでもたまに変なスイッチ入るもんね、うん、でもそう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 、うん、それのスイッチだったんだろうね多分あの、うん、だから俺はそこで常識を学んで今こうやって生きてるわけだよ、うん、なんだなんだそこやっぱそれはいいね黒歴史を通してなるほどなんだなんだ、うん、喧嘩か何何何関谷初見ですありがとうありがとう何やれとじゃあ次行きますか。はい、はい、はい。はい、じゃあ、サンガーさん。あ、俺か。はい、行きましょう。あれそうだよね。あ、まあ、いや、特にあればない。マルグリちゃん、マルグリちゃん行ってた。マルグリちゃん行っとこ。マルグリちゃん行っといた方がいいかな。うん。あ、じゃあ行きますか。うん。どっちでも。はい、じゃあ、ですね。はい。じゃあ、ラジオネーム、ピールさんからいただきました。ありがとう。お疲れでしたと。ありがとう。はい。なんだ黒歴史は、アニメのキャラクター、特にラブライブ。とかショッピングセンターの館内アナウンスの真似を教室で大声でしていたことです。おう同じクラスだった子に似てると持ち上げられ恥を占めた当時中学生の私は何を間違えたのかそれを動画化しツイッター上に投稿したりして遊んでいました。ある日突然そのアカウントや動画もろもろが部活が同じのリア友にバレその後1年ほどすれ違うと必ずと言っていいほど当時使っていた名前で呼ばれこんなやつやってよなどと言われていました。その子は声がでかかったので事情を知らない子にも知られ散々な目に遭いました。繰り返している時点で一生消せない黒歴史だと思いましたと。ああいいね。あいいですね。何のキャラだろうねラブライブ。何のキャラだろう。多分ニコニーでしょう。大声だからまあ結構限られる、ね。絶対ニコニーかもうほのかの雨やめで、うん、どっちかで絶対。雨やめ。あほらやっぱニコニーだってほら。ニコだ、ね。あーニコニーなんだ、うん。はい。いましたねピールさん。ニコニコニーって。おじゃやってみるじゃ全員一回ずつ。いいです。おやりかやりましょうねじゃあいきますよ。はい。じゃあまずじゃあシャゲミからいこうかな。じゃあニコニーお願いします。自分からやんねえんだよ。ニコニコニー。おー割かし。おお。じゃあ次マルグリちゃんお願いします。本気ですよ私は。ニコニコニマルグリちゃんだね、うん、半音低かったっ、うん、じゃあシルちゃんお願いします。ラブライブ全く知らないけどニコニ音程中ってなる。ニコニコニおシルちゃんよ ね, ねかわいい、うん、そうかすれたわ。おいいっすね、はい、ニコニいい感じで皆さん。あじゃあいいよスタンちゃん、はい、やらないよ俺は。お前ふざけんなよお前。あ、喧嘩かお前。喧嘩かお前やれよ。おディスコから出ていくか君はこっから今。いや、俺一人配信になっちゃうけど大丈夫よね。いや、いきますよ。やりますよ、そこは。ニコニコニうん。だからやめとけばよかったのに。
だからやめとけばよかったのに。わかんないですけど、切り抜き案件かもしれないですね。だからやめとけばよかったのにみたいやめとけってって言ってからこう、だからやめとけばよかったのに。まあ、そう、これ皆さんの黒歴史作るキャッツですか、うん、いや今日はね、やっぱ黒歴史ってことで、うん、俺らも一個くらい作っておかないと、うん、っていうね、こら、うん、はい、という感じですね。でいいですか、僕読みますか。じゃあ次、じゃあ次、はい、よろしくお願いします。お願いします。いきます。セイナさんからいただきました、ありがとうございます。はい、遅くなりましたがお疲れ様でしたと。はい、小学校の頃デカキンさんのことをデカい金魚だと思っていて、デカキンってデカい金魚のことだよねと言おうとしたらデカキンってデカい金玉のことだよねとクラス中に響き渡る声で叫んでしまい、それから私のあだ名は金玉になったことですというか。かわいそう。なんで、ね、かわいそう。なんで金玉って言っちゃったんだろうね。天才だよな、これ。やべえよ、マジで。散々だろ。本当だったら散々だよ。さあ、間違っちゃったんだろうね。うん、なんか多分、なんで金玉のこと思ってたのかわかんないけど、うん。まあまあまあ、でもね。うん。いやまあ先週から引き続きあの僕お便りを全部下ネタで拾ってしまったっていうそちらも謝罪していただき謝罪したいんですけどもね、本当すみませんでしたと。でも目に入ったんで、うん、何も悪いと思ってないけどね。ね、ごめんなさい、本当に目に入ったんで、ね、うん、じゃあ俺はこれっつって、うん、下ネタじゃねえかっつって、いやまずデカキンで引かれたもん、ちょっと、うん、確かにそうね、うん、もうそこで引かれちゃった正直、うん、その単語が結構強いもんね、もうデカキンとかで、うん、よかった。でもみんなこういうのない、なんか主権さんいらっしゃいありがとう、こういうのない言い間違いみたいな、ないなんか言い間違いというか、なんか下ネタ系のことを知らずになんかこう叫んじゃったみたいな。どうだろう、結構暗い過去は忘れるタイプなのであったかもしれないけど結構覚えてないかも、うん。俺ちなみに言ったことあるけど、うん、あの、うん、放送載せられないです。あ、なるほど、ね、そういう類だよね、うん、なるほど。下ネタ系はでもないかもな、うん、意味全然知らなくて違うことやったことあるよ。ああ、なるほどね、うん、あのお腹痛いですって言って、うん、ああじゃあお手洗い行ってきなって言われて、うん、手びっちゃびちゃにして帰ってきて、うん、いやねお手洗いっていうのは手を洗ってくるんじゃなくてトイレに行くなよって言われて、ああそういうこと。そう、クラスの前ですごい赤っ恥かかる。かわいいじゃんそれ。かわいいな。これくらいから放送で言えんのは。かわいい、うん、なるほど。これは小学生の頃ですよ、うん、かわいい、ね、あ、いや言わない方がいいか、言わない方がいいか俺は。いやでいいです、自分なりのそのストッパーのね、なんか基準なので、うん、ブレーキの基準だから全然言いたいなら言えるんだ。ああなるほどね、あのさ、うん、え本当に大丈夫よね。え、いやあのピッあの自習規制入れて、うん、あ、じゃあ、あ、やめとくわじゃあ。想像で想像してくるね。28歳のね下ネタは多分自重できないと思う、うん、ディープなとこ行っちゃいそうだからね。ちょっと申し訳ないんですけど、そうそう、車のようですね、ちょっとブレーキが緩いね、確かにね、うん、そうブレーキなくなってくるからね、ない気がするんだね、ブレーキが確かに、うん、いつか今度僕が反省会やる際にね、話しますので、この話は、ね、ご予約に遊びに来てくれたらと思いますのでね、気になった方はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いい話っぽくまとめましたけど、何もいい話じゃないんで、ぜひ聞いていただいて、そうなんでね、僕反省会忘れてる可能性あるので、その時はあの6回目で話そうとしてたあの話って何だったんですかってコメントしてくれたらすぐ話しますんで、うん、よろしくお願いします、うん、はい、はい、というわけでこんなもんかな、はい、こんなもんですかね、うん、時間的にいい感じですね、うん、はい、はい、というわけで締めますか、はい、はい、ありがとうございました、たくさんのお便りね、はい、またご自身もね送っていただけたら嬉しいですので、よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします、はい、というわけでじゃあ丸口ちゃんさん締めてください。これどうやって締めてたっけ、いやアドリブだよそこは、うん、オッケー、みんな今月も違う今週も素敵なお便りありがとう、では次のコーナー行ってみよう。ウルルン大体もっとムックスするやん、どんどん自分でハードル上げてくださいいつもメモクロ言う、そう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 それよ以上でよかった、ウルルン滞在期やめろよマジで、ね、ウルルン滞みんなーっていうメモリークローバーでハードル上げてくやん、リスナーが出会ったっていうね、はい、はい、じゃあ次のコーナー、はい、じゃあ丸ぐりちゃんね、お願いします。これがね大変なんですよ。CM がないんでね、これは。これが一番大変。これが一番大変なんですよ。毎回 ね、企画は、そう、企画は用意してくるのに、企画名を全く用意せずここに挑んでるんで。毎回やらされるっていう。そう。何も決めてないもんね。何も決めてないんでしょうね。みんな大好き、声劇の時間です。イエーイ。何も何も何も語ってなくて臭かった。みんな大好き声劇の時間です、何もかかってなかった、うん、職権制です、うん、
1ミリもかかってなかった。みんな大好き赤血色剣生です。そう、ありがとうございます。ということでね、はい、本日もね、まあ毎回なんですけれども、シャキミーさん台本の方をね、まあ見つけてくださいましたので、はい、見繕ってきました。はい、はい、そちらをねみんなで、読み合わせていこうかなと思います。はいはい、はい、じゃあこれは私どうやって見ようかな。携帯で見よう、そうですね、とりあえず台本を用意してきたんですけど、はい、昨日、一応予告で声劇2本くらい予定してますって言ったんですけど、はい、ちょっと前回の声劇、ま、何週間前かちょっとパッと言えないんですけど、コメディー集の強いものを2本用意したんですけど、うん、ちょっと真面目なやつもやりたいなと思って探してたところ、うん、割とちょっと長めになるんだけど、うん、まあ真面目なやつを用意してきたので、はい、ちょっと長めで1本今回はやろうかなと思います。はい、はい、思いますのでよろしくお願いします。超大作、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 いやきついな。そうなんですよ、そうなんですよ、今回ですねちょっと配役がね、配役がなかなかね結構酷な配役でして、そうですよ、そうなんですよ。まあ、なんで、戦劇台本ってその、まあ、例えばその男役女役ってこう分かれてたりするんですよ、うん、で、はい、まあ僕らは、まあ、あのまあ男子4人グループなので、まあその男4人の台本をいつもねこう探してるんですけど、なぜか今回男に女になんですよ。いやまあ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 、男4人といっても女性的なのがお二人おいらっしゃるので、割と割とそんなこだわなくていいかなと思ったよね。いやいやいや、正直喋りはそんなできねえぞっていう、うん、歌だけやぞっていう、みんなもそう思うでしょ。でも、うん、でもさ、台本バーンって、あの台本の URL をペッて貼られて、うん、これやりたいって言われたらさ、やりたいじゃん。そんなやりたい、優しいの、うん、優しい、みんな優しいんですよ。ミックスしながら見とったよね、うん、いや、そう、僕はちゃんと頭の中で想像して、うん、あ、いけるいけると思ってこう一回全部いけるじゃねえんだわね。僕が全部通してあ、これがこの声で、うん、この人この配役したらこの声で、あ、いける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 、はい、じゃあということで、じゃあ、じゃあ今回は画面はいけますか。はい、画面いけます。これじゃない、画面いけます。間違えた、ツイッターが映っちゃった危ないですよ、危ないですよ、ツイッター別に何もねえよ、隠すもん。はい、ツイッターも大丈夫。こちらです、こちらでありがとうございます。あ、来ましたね。はい、というわけで、はい、タイトルが、はい、人魚と、これはなんだ、剣となのか剣となのかちょっとあれなんですけど、うん、まあ人魚と剣とということで、はい、よろしくお願いします。もうタイトルがちょっとかっこいいですね。はい、そうですね、よろしくお願いします。はい、はい、それではじゃあ各々の配役の方を、はい、まあ、そうですね、設定の方読んでいきたいと思います。はい、じゃあまずトップバッターは結局誰だっけ、これ、これは結局これまあスタンちゃんかマルグリちゃんかみたいな。あ、本当にマルグリちゃん、俺スパーダ行くじゃん。まあいいよ。いや本当に行った行った、やった、じゃあ俺スパーダにするわまあ身長も近いしね俺と、うん、やったわ。本当ね、ちょ録音しててめちゃくちゃこうガーって声出してたからちょしんどかったんです。やった。スパーダ、17歳、銀髪くせっ毛のショート、身長182センチ、体格はパッと見細め、整った顔立ち、いわゆる美少年。いわゆるが読める素晴らしい。初戦って読んでた。そう、多分ね。初戦ちょっと読むかなって。止めないでよ。30パーぐらい初戦って読むかなと思ってた。全然読めてた。年の割に大人びて見える。ちゃんとした教育を受けずに育ったため、話し方が幼い。幼少期からロレッタに暗殺術を仕込まれているため、身体能力が高いということでよろしくお願いします。設定がもう素晴らしいですね。素晴らしいですね。ナンバーワンキャラになるであろうという、ね、作品の中で詰まってますけど、うん。年齢は近くないですね。やかましいわ。じゃあ次ロレッタ、はい、はい、まさかの35歳女性の役をやらせていただくことになりました、シルバーナと申します。よろしくお願いいたします。はい、銀髪くせっ毛のロング、身長168センチ、体型はグラマー、美人、年に対して若く見える。スパーダと並んで恋人に見えるほど。幼い頃から暗殺者として生き、一人でスパーダを育ててきたという感じですね。かっこいいですね。かっこいいですね。はい、難しそうですね。うん、でもシルちゃんならこれでしょ。みんなもなんかこういう声で来るんだろうなってなんとなくこう想像が、乙女山の再来かなみたいな。乙女山は違う。乙女山にならないように頑張りますって感じ。乙女山ボスって感じですね。はい、じゃあ次、アルトゥーロ42歳お願いします。はい、アルトゥーロ42歳。うん、あ、もうできた。リキヤさん、黒髪直毛のショート身長178センチ、体格はがっしり、やり手な警察官、オンオフを分けすぎるタイプ、娘に甘くなかなか休めない分、一緒にいるときはいい父親でありたいと思っている。もうすでに入ってる、もう入ってる。いや、正直これがやりたくて選びました。そうなんじゃない半分くらい言うたらもうとばっちりの世界だから半分くらいこれがやりたくて選びました。じゃあ最後、はい、マルグリちゃん、
ちゃん、はい、ピア16歳黒髪直毛のロング身長148センチ、体格は華奢、箱入り娘、いわゆるお嬢様、わがままでへそを曲げやすい、天真爛漫と、はい、148センチ、ちっちゃいね、ちっちゃいね、ちっちゃいね、いいっすね、うん、いいっすね、ちょっと全く見てませんけど台本ピアちゃんは、うん、そうだね、あとね、はい、一応ピアちゃんの下にこの圧巻っていうね、うん、アートと被りっていう、まあなんて金役みたいなやつがありまして、うん、ガタイヨシハゲ世紀末ということで、あ、まあ、この役もちょっと私多分ねセリフは結構少ないんだけど、うん、まあ、金役でやらせていただきますんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、できるかな、あ、大丈夫よ大丈夫よつうわけでじゃあいきましょうか、始めましょうか、大丈夫ですよ、じゃあ BGM を止めましたよということで、じゃあお願いします、はい、うん、急出しだけシルちゃんやってもらって、あ、オッケーです、はい、それでは、参ります、はい、シルグリッンガンの、戦撃台本、人魚と剣とまで3、2、仕事が無事に終わったっていうのに浮かない顔をしてるね、どうしたのロレッタ、ため息が出るほど簡単な仕事だったってことよスパーダ、はあ、そういうことか、それはとても同感だ、僕の出番すらなかったもの、いいことなのだけれどね、拍子抜けしちゃったっていうか、ロレッタをこの国に呼び戻すほどの仕事じゃなかったね、報酬は相応以上だからよしとしておきましょう、そうだね、おかげで少しのんびりできるし、それもそうね、前向きに捉えましょう、でもこの国はすごいね、偉い人が死んだって報じられているのにこんなに賑わっているなんて、そういうお祭りだからよ、お祭り、そう、お祭り、死んだ人を歌って踊って弔うのよ、こっちで迷わないように盛大に騒ぐの、へえ、僕にはわからない感覚だな、それもそうよ、私たちの仕事からじゃ仕方ないわ、確かにそうだ、うん、でもこの空気は楽しいかも、ちょっと、そう、それじゃあ今日は存分に楽しみなさい、うん、そうするよ、それじゃあまた連絡するわ、あれ一緒に行かないの、少し用事を思い出したの、一人で遊べるわね、もちろんいつまでも子供じゃないよ、そういい子ね、じゃあロレッタも気をつけてね、え、また後で、うん、また後でねえねえパパ、次はあれを買ってよ、おっとと、こらこらピア、急に引っ張らないでくれよ、そんなに急がなくたってお水は逃げないぞ、でもパパが逃げちゃうかもしれないでしょ、今日は休みの日だ、逃げないよ、本当かな、さっきから電話鳴ってるの知ってるのよ、あ、後輩からの電話だ、今日は仕事の電話は出ないって決めてるんだ、警察官なのにいいの、正義の味方にも休息は必要だろじゃ、今日は本当の本当に逃げないのね、あ、本当の本当だ、なら信じてあげる、まずは手始めにクレープを買ってもらおうか、おっと、パパは娘をギャングに育てた覚えはないぞお決まりの脅し文句って感じでしょ、あ、肝が冷えるやつだ、それじゃ私2ポイントね知らないうちにゲームが始まってたみたいだ、今始めたのこれはやられたな、ん、どうしたのパパ、いや、きっと気のせいだ、行こう、うん、うん、やっぱりあの男だったわね、こんな日に会うなんて、娘といるところを見ると今日はオフかしら、狙うなら絶好のチャンスだけど、もう少し様子見ね、あいつには顔も知られてるし慎重に動かないと、うん、おいしいわ、今日はとっても素敵な日ねそれはよかった、パパも休みを勝ち取った甲斐があるってもんだよありがとう、もう昨日のニュースを見てとてもヒヤヒヤしたのよ、ピア、お前もあのニュース見たのか、だってどのチャンネルをつけても殺人事件一色なんだもの、これで知らなかったらとんだ世間知らずのお姫様だわ、それもそうか、うん、パパのライバルが犯人かもしれないんでしょ、ライバル、そう、ライバル、唯一取り逃した女、ラ・シレネッタ、ああ、シレネのことか、マスコミもどうかしてるよ、殺し屋を人魚姫だなんてな、犯罪者に姫は似合わない、ただの人魚で十分だ、ん、
パパはロマンがないのね。ロマン？女の子なら誰だってお姫様に憧れるものなの。だからだよ、さっきも言っただろ、犯罪者に姫は似合わないんだ。注目が集まれば捕まるのも早いかもしれないわよ。だが結果は十数年経った今でもこれだ。また舞い戻ってきたというのに足取りはつかめず、騒ぎがあちらもこちらに気づくということだな。そっか、追われているのが分かれば泡になっちゃうってことね。そういうことだ。やっぱり幻の人魚姫を捕まえるのは難しいってことか。前もって動向が分かればいいんだがな。すまない、ピア。え？散々無視しているというのに電話が鳴りっぱなしだ。このままでは電源が切れてしまう。一度出てくるよ。今日はずっと一緒って言ってたのに。すぐだ、すぐ戻るからここで待っていてくれ。いい子だからな。パパ待ってよ、パパのバカもう知らない。アルトゥーロだ。今日はオフだって言ってるだろ。一体なんだ、シレネッタがこっちにいるかもしれないだと。もう一度言うぞ、今日俺はオフなんだ。家族水入らずを邪魔しないでくれ。じゃあな。一人になった、今なら。気づいてるぞ、シレネ。まさかお前とこんなところで会うとはな。逃亡前に俺の首でも取りに来たか。そういうことよ、姫の姿を世界にさらした罪は重いわ。罪が重いか、殺し屋に言われる日が来るとは思わなかったよ。覚悟しなさい、死ぬにはいい日よ。迷わずあちらに行けるわ。バカなことを言うな、いくら素手だろうと女のお前に負けるほど腐っちゃいない。おとなしく泡になって消えてくれ。今日の俺はオフなんだ。どういうこと？そのままの意味さ、取り物はしないって言ってる。昨日の事件知らないわけじゃないでしょ。知っている、よくもやってくれたな。汚職まみれとはいえ彼も立派な用心だった。警察のメンツは丸つぶれだ。だというのに見逃すっていうの？オフだからな。後悔しても知らないわよ。なんだ、捕まりたいのか。それなら署へ行ってくれ。俺は娘とお祭りで忙しいんだ、すぐ戻るって言ってるんだな。娘と？お前も若い男といただろう。デートに戻らなくていいのか？そうさせてもらうわ。なんだか拍子抜けね。俺はオンオフをきっちり分けてるんだな。仕事中に会えば容赦はしないさ。そう、では仕事中に会わないことを祈ってるわ。可能なら仕事中に会いたいもんだかね。それじゃあね。あの女もあんな顔するんだな、意外だ。さて急がねば、ずいぶんと待たせてしまった。ピア、すまない待たせてしまった。ピア、どうしたんだ、ここで待っていてくれって言ったはずなんだが。へそを曲げられてしまったか。アルテューロ、お前まだいたのか。あの子をどこへやったの。あの子、一緒にいた男のことか。そうよ、連絡がつかないの、あんたたちの仕業でしょ。俺はオフだから連絡は取ってない。こちらって娘と連絡がつかないんだ、お前に構ってる暇なんてない。まさか一緒に探してくれないか。あなたと気が合うなんて尺だけど、背に腹は変えられないな。行きましょう。一つ聞いてもいいか。何かしら。お前がそこまで必死になる男、何者なんだ。息子よ。息子？うるさいわね。すまない。しかし、あのシレーネに子供がいたとは。私にだってロマンスの一つや二つあるわ。人魚姫だからな。相手は王子様か？邪魔さないで。殺すわよ。すまない。何よ、急に弱腰ね。母親は強しだ。ご理解いただけて何より。そういうことなら余計に張り切れねばな。あら、警察が犯罪者に肩入れ。今日の俺は一時のパパだ。立場は同じね。それじゃ急ぎましょう。ああ。屋台って言うんだっけ。普段食べれないものがたくさんあって楽しい。後でロレッタも連れてこよう。きっと喜んでくれる。もうパパなんて知らない。結局私より仕事が大事なのよ。いいもん。私だってもう子供じゃないんだから。大人の楽しみ方をするのよ。大きな独り言だ。ああいうのには関わっちゃいけないってロレッタが。ね、そこのお兄さん。言ってたのに。何かな。一人でお祭りを楽しんでるの？
うん、そうだよ。一人で来て、一人で遊んでるんだ。うん、それじゃあ私と一緒ね。一緒ついでに、一緒に回りましょう。二人の方がきっと楽しいわ。でも、ロレッタが知らない人にはついていっちゃいけないって。うん。そのロレッタって恋人の名前？違うよ。ロレッタはロレッタだ。でも、あなたを放っておくような人なんでしょ？そんなことないと思うけど。でも今日は、そうなのかな。それなら決まりね。さあ、行きましょう。うわやっぱり誰かと一緒に食べるスイーツは格別ね。知らない人と食べても味よくわかんないな。ねえ、あなたもそう思わない？そうかな。そうよ、きっとそう。あ、そうだわ。お互い名前も知らないんじゃ不便よね。私はピアっていうの。あなたのお名前は？僕はスパーダっていうんだ。スパーダ？とっても素敵なお名前ね。凛々しくてかっこいいわ。僕も気に入ってる。本物の剣みたいに強くならなきゃって思うんだ。きっとなれるわ。だってあなたとってもハンサムだもん。ありがとう。こんなにかっこよくて真摯な人と一緒にお祭り回れるなんて、意地悪な神様にもたまには感謝しなくちゃ。意地悪な神様に？そう、今日本当はパパと一緒に回る予定だったの。だって言うのにパパお仕事の電話を優先するのよ。そっか、ピアのお父さんは忙しいんだね。全部シレネッタがいけないんだわ。どうせならまあお祭りの後に来ればよかったのに。なんでシレネッタがいけないの？私のパパはね、警察なの。だからたくさん連絡が来てたのよ。それじゃあピアのパパはシレネッタを捕まえるんだね。お仕事の日ならそうだと思うけど、今日はパパお休みだって言ってたのに。ロレッタを守らなきゃ。どうしたのスパダ、難しそうな顔してるわよ。うん、なんでもないよ、なんでも。ん、そうなのね。それじゃ次のお店に行きましょう。でも僕一人じゃどうしたらいいかわからないよ、ロレッタ。キャッ、ピア。おーおーおお、ジョーちゃん、どうしてくれんだ。俺の服が汚れちまったじゃねえか。ごめんなさい、あのこのハンカチ使って。ん、その程度で済まそうってか。いいとこのお嬢様は違うね。俺みたいなチンピラにはちゃんと謝るねってか。ちゃんと？おう、謝るっていうのはな、行為と形がいるんだよ。どうしたらいいのかしら。例えばだ、その可愛いお口で全身きれいにしてくれたりなあ。う、待って。スパーダ。マルゲちゃん。スパーダ。マジかスパーダ。ピアはちゃんと謝ったよね。だからちゃんとっていうのはね。ちゃんと謝るっていうのはごめんなさいって頭を下げることだってロレッタが言ってたよ。ママの言うこと守らなきゃいけねえようなガキが一丁前にカッコつけようとしてんじゃねえ。先に手を出したのはそっちだからね。なんだこのガキ、手加減してりゃ一気になりやがって。手加減してるのは僕だって同じだ。スパーダ、ロレッタ、あなたの刃はそんな馬の骨を切るためにあるんじゃないでしょう。うん、そうだね、ごめんなさい。申しません、すいませんでした。あ、逃げちゃった。いいのよ、あんなの逃がしとけば。そんなことよりも、え、知らない人についていっちゃダメってあんなに口を酸っぱく言ってたでしょ。ごめんなさい。待って、何かしら。私が勝手に連れ回したの。だからスパーダは悪くないの。怒らないであげて。じゃあ何？お嬢さんが何か代わりにお詫びしてくれるのかしら。ごめんなさい。ま、ここは俺の代わり免じて許してやってくれないか。帰ったらちゃんとこっちはこっちでしよっから。パパ！あら、あなたの娘さんが私のスパーダを誘拐したのね。ああ、いや、それに関しては本当にすまない。
俺の監督不行き届きだ。パパ、ロレタ、ちょっと。ん？何かしら。ピアのお父さん、警察だよ、バレたら。ああ、大丈夫よ、今日だけはね。え、そうなの？そう、あなたのおかげでね。僕のおかげで？というわけで、あなたの娘さんを助けたのはうちの子っていうことで、私たちが国を出るまで面倒を見てくれないかしら。あ、そうだな。それを言われてしまうとよい。ちゃんと海までエスコートしようじゃないか。海まで？あ、もしかして。お嬢さん、しよ。あ、うん。さて、ここまで来れば大丈夫だろう。出国の手配までさせちゃったわね。面倒を見ると言ったからな。切りがたい男で助かったわ。それじゃ、そろそろ行くわね。あ、しれ。ロレッタよ。あまり好きじゃないのよ、その手配め。あ、そうだったのか。それはすまない。謝ってばかりね、あなた。火はきちんと認める男で通ってる。そう。で、何？その仕事、足は洗えないのか。まともな生き方を知っていれば、とっくに洗ってるわ。これから学んでいけばいい。それでも、私が知ってるのは、体を売り物にすることと、人を殺すことだけ。人二人養っていくことなんて、到底できやしない。スパーダの運動神経さえあれば、何かできるんじゃないか。息子に養ってもらえってこと？いや、お前もそれだけの経験があるんだ。何かできるだろう。そうね。考えてみるわ。前向きに頼む。娘の恩もあるからな。俺はお前を逮捕したくない。なんて自分勝手な警察でしょ。何度言わせるつもりだ。今日の俺は一時のパパだ。そうだったわね。じゃ、次会う時が楽しみね。ああ、どんな再会になるか楽しみにしとこう。それじゃ。それじゃ。おかえり、ロレッタ。お待たせ。行きましょう。うん。ねえ。何？あなたは人を殺さなくていいってなったらどう？その方がいいよ。だってロレッタが危なくないから。そう。それじゃあ探してみようかしらね、その道を。うん、そうしよう。僕も頑張るよ。そして数年後。やっとちゃんとお休みを取ってくれたわね、お父さん。いや、やっと許してもらえたんだ。許してもらえた？前に二人でお祭りに来た時のこと覚えてるか？え、スパーダと遊んだ時ね。ああ、そうだ。あの時連絡を無視したことに大目玉を食らった。あら、それじゃあ私のせいだっていうの？まあ、お互い様というところだろう。うん、そうね。それくらいでへそ曲げるほどもう子供じゃないわ。それはよかった。そんなことよりも、今年は旅芸人が町に来ているんですってね。ん？旅芸人？ええ、人魚姫とその剣って親子の二人組なんですって。思い出さない？そうだな。思い出すも何もあの二人じゃないか。やっぱそう思う？はあ、もう少し名前を考えるように注意しに行こう。そうね、せっかく足を洗ったんだもの、もう泡になる必要なんてないのだわ。じゃんじゃん。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。危なかった、危なかった、本当に。1回目の初回の笑いそうになる感が半端なかった。うん、やばかった。うん、ちょっと聞きたいんだけど。うん、あ、やべ、声が戻んない。いやいや、戻せ。、うん、あの、僕がね、圧巻をやった時に、うん、ウエって言ったやつ誰や？俺だ。リアルにちょっとうってなっとったやんだ。いやいやいや、その可愛いお口で妙理につき、妙理につきるわ。うん、その可愛いお口で全力で気持ち悪い演技してるからね、こっちは。そりゃそうだよ。笑っちゃった。そってか、その可愛いお口で全身綺麗にしてくれたりな。うえっつって。ジャック・バウアーにしか聞こえなかった。いや、そうだからな、だって、うん、そんなことはないよ。、うん、そんなことはない。圧巻から、うん、ちょっとあの、何、このアートの声戻すときに一瞬笑っちゃって、うん、ちょっとやばかった。うん、ま、ちょっと、てかさ、ずーっとぶっちゃけ半分ぐらい俺聞いてたんだけど、普通に。うん、もう、あの、リスナーとして聞いてたわ。あ、うん。それぐらい良かったっていうこと、ね。うん、いや、スパーダ少ねえなーって思いながら、ね。それぐらい良かったっていうこと、ね。うん、スパーダ少ねえなーって思いながら、いい、いい、あれだな、だいぶ。コメントしてた、ずっと。
ほんま？うん。ずっとコメントしたからね。ま、うん。ま、いやもう、あの、僕はただ単に心に傷を負いました。どうして？正撃やるたびに心に傷を負う男として、ね。心に傷を負いました。シェルちゃんは上手いから、こう4人の中で補えない役にね、配置しがちなんだよね。いやそうなんだ、ここまあシルちゃん置いとけばなんとかなるだろうみたいな、うん、いけるだろうみたいなね。いやシルちゃんのね後半になって掴んできた感はすごかったよね。どん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 ね、あの仕上がってて、うん、エンジンかかり始めてブーンってもうギア4だったね最後の方とか。そうだった、うん、ならよかったですけど、うん、もう難しい、本当に難しい。初期の武藤遊戯みたいだった、すごいもう掴み方が半端なかった。最初全然だったのに最後もドスの効いてるね。いやでも本当に難しかった、はい、あ初見さんありがとう、はい、ありがとうございます。ありがとうというわけでいい時間ですね、ちゃんと。あ、そうですね。あ、ちょうどいい時間ですね。はい。うん。いや今日はね平和に終わりますので。はい。はい。本日は平和ですよと。本日は罰ゲームもなくね。はい。はい。うん。あ、僕の先生良かったですか。ありがとうございます。いや面白い、ね。台本自体はまあまあまあ良かったんじゃないですか。うんうん。なかなかねジャンルも違う感じで。ね。あ、そう。前回と違う感じで、僕らもやっててちょっと楽しめたと。で、今だ今までだってさ声劇やってきてさ、うん、コメディしか読んでなくないだって。まあそうね、面白い台本みたいなのを探そうとするとね、ちょっと笑いがあったりとか、そういうふうに言ったら早くなっちゃうんで、うん、しますけれども、楽しかったですね、うん、はい、というわけで、はい、声劇コーナーありがとうございました。ありがとうございました。締めてください、ちゃん。はい、声が枯れたわ。声が枯れたけど楽しかった声劇卒業式かって終わり。雑だなこれ、うん、マルグリちゃん司会の時すげー緩くなるなマジで、うん、ふわっとするね。だって俺半分くらい進めてるからね実際、うん、まあ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 これはこれで良いでしょう。そうですね、はい、というわけでありがとうございました。第6ページ目ですね、はい、すごい楽しかったですね今日も、はい、はい、ありがとうございました、本当にね、最近お家にいる機会がすごい多いのでね、本当にこうやってなんかみんなが楽しんでくれるようなことをね、いろいろできていけたらいいなと思ってますので、はい、はい、ですね、はい、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今日の反省会ですね。今日はマルグリちゃんがこの後なんか歌を、ね、歌ってくれるらしいので、ふ、ね、い、うん、はい、反省の歌をなんか歌うらしいのでね、今日もまた反省の歌、うん、なんでぜひぜひ終わってからね飛んでいただけたらと思いますので、はい、ありがとうございました。はい、それではね、今日初めて来たとかね、いう人いらっしゃると思いますけれども、よろしければ、はい、サポーター登録などなど、通知などなど入れていただけると嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いします。毎週月曜日22時から定期配信しておりますので、はい、来週も楽しみに。はい、よろしくお願いします。お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。お願いします。サポート、通知、フォロー、よろしくお願いします。はい、ということで、せーの、おつくろー、バイバーイ。じゃあまた来週な。